はい、せーの、おっす。作新太郎です。作新次郎です、今日なんですけど、作新チャンネル100本目の動画で何してるか覚えてます？もう俺は覚えてる。安井先生に送るために撮った動画で、そうです。起こすのに、そうそうそう、と、こう引っ張るから、で、今日ちょっとそれを一回やりたいなと思うんですけど。そうなの？はい。いいよ。ちょっとやってみ。じゃあ、何先にやるの？先にやっていいですか？いいよ。よし。あ、怖い。え、そう。首を落とすやつ？はい。それでも明治一番いい心境になって、で、まあ、だから今度はちゃんといい力が来たら、それをしっかり受けようっていう感じになる。で、こういう感じ。はあ。で、このうまくいった感じを、覚えられたんだよ。これは。はあ。あれ？はい。全然自分で上げてる気がする。これも、これは、寝て喋っていいかな、あれを、何だっけ、心境心境をやって、こうすると、付随筋の反射が起きる、こっちに。で、本当は、ジロちゃんのこれでは俺は起きんねんけど、はい、でもちょっと与えられたら、そのきっかけで聞く。不自然反射を起こしてる。ちょっと自分で自分で。で、まあ、ゼロちゃんは、ダメって言うつもりで言っても、俺のこの相手の心臓が何か伝わって、不自然反射を起こしてしまうんですね。ビクロ。で、これがやっぱ起こそうと思って自分が力を入れると、これはもう絶対上がらないですね、これは。もう重くてしょうがない。けど、優しい心境になって、そっと、この首のところ、そっと触れる程度で、そういう反射で、こっちの反射が起きて、起き上がる。あ、先生の、そうそう、ピクッとあれで、そう、あれがもう勝手に本当は働くのが、この相手なんで。あ、そう、付随なんとかっていうのは、こう、なんか夜間とかの、あれ、ピクッピクッとか反射する。あれ、あれなんか、ピクッと噛むんだね。はいはい。それが起きて、ポッと起きる。
家いつもやってるこれも同じやね、はい、ギュッと握っちゃうとも力入っちゃってるから自分も入ってるし相手はこれの力を感じて藤井反射を起こさないでもうただ重たいだけ引っ張り起こそうっつっても動いてあげる、うん、でこれをそろっともう触れた程度皮膚が動く程度ぐらいしか持たないでそろっと触れていい心境になってすってやると藤井反射が起きて体が勝手に自動のこの不随反射中を使って勝手に自動が自分でこれをちょっときっかけが与えられるっていうすげえ浮遊になれるのでこっちの方が多分逃げるから上げにくいと思うよこれですかねそう、まあ、両手でやってもいいかもしれないその方がやりすぎるかもしれないちょっといいちょっと滑ってるか。これ、うん。力出てる。いいよ。これは問題。絶対なんだね。重さは全然違う。全然違うみたいな。あ、うん。違う。もうだからもうちょっとこう、まあ。こっちがちょっと不随反射ちっちゃい横してやってみるけど、はい、またこっち側からですねこれがこっち側から入ってますねこれでこれで、なぜか思うかなっておぉ、私、すげぇえ、普通にいいですかこれ治りきやすくなったんですよえこぉ、ほぉちょっと近いちょっと入ってるけど、まだ抜けて、まあまあいい感じ、もっと、ねちゃーっとしつく感じでおお、あ、さっきと全然違う。おお、違う。ちょっと軽くやってきてる。心境的なそれでやるっていうのと、まあ、あるのよ抜きとかとは違うんです抜きとは違うだからもうこの体全部が、うん、最近ちょっとじゃあやれないからね、うん、ドーム上げちゃったからあれやけど、
もうこれも全部が抜けてる感じ。全部あの不随筋に多分働かない。これがビクッとなってないけど不随筋に働きかけていって、もう不随筋をが多分なくなってて、でもう一回不随筋ちょっとこっちへ反射を入れてやる。ちょっと。それがあの寝転がってこう引っ張ったりこう抱えて起こしたりすると。自分がやる側とされる側と両方やると、まあ、こんなのが多分分かるんじゃないかなと思うと、まあ、今日ジロちゃんがこんなネタを持ってきたまああの、まあ、結局はこういう合気技の基本はあの寝転がって起こすっていう、うん、あれね、うん、でも普通みんな絶対やらないですよね。やらないつまらない、こうやって起こして、まあ、こうやってやって崩した方がなんかいいなみたいな、どうしたらいいんだろうってなるけど、まあ、僕はやっぱ寝て起こすって言われる、はい、長い箱に、うん、先生に寝てもらおうと思って、うん、ちょっとね、はい、まあ、もしよかったらやってみてください。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。